他者への共感性の強さと相まって症状をより複雑化させていることだと考えます。いやだから分かんないって言えばいいじゃん。いい加減にしろ。立てて竹彦、特殊なアプローチが必要かと。人生を楽しみましょうや。乾杯。やめてください。見ていてください。俺死のうと思ってます。おい、待てくれ。おい、あなたじゃないとダメなの。当たり前だよ、お前。これは私の快感です。どんなこともわかんねえのかよ。おい、何だって。救急車一台お願いします。